ボタンアイチ、こんにちは。今日はこちらスキヤ、スキヤに来てます。なんとブラジルにもスキヤがあります。ブラジル店、ブラジル店タンベ、ブラジルスキヤ店、スキヤタンベ。まあスキヤ、日本にいる頃からお世話になってたんで、ブラジルのスキヤ、どんなものか食べてみようと思います。ウザーバムイトスキヤエンジャパン、ポリソエボコメルスキヤアキ。じゃあちょっとメニュー見てみましょう。ボーベルカルダピオ。あ、ちょっとやっぱ日本と違いますね、これ。あ、ブラジル風ですね。ラーメン持ってます。味噌ラーメン。でもまあシンプルな、僕は牛丼並盛りを選ぼうかなと思うんで、はい、まず行ってみようと思います。じゃあ行きましょうか。はい、まあ、店内こんな感じですね。あ、もうスキヤっぽいですね、普通に。で、席に着くスタイルじゃなくて、ここで注文する、まあ、マック的なファーストフードスタイルです。またおいしい。こちらのビジョン。あ、そう。ありますね、形状。あ、形状。三種のチーズ牛丼じゃないけど、あ、ネギ玉あります。僕ネギ玉いきます。ネギ玉、形状。牛丼形状。ボトムイン。ボトムインサイズ。あ、たまに。マニ。あ、メジュ。メジュ。牛丼形状メジュ。チーズスプライチ。え、あとこれ昆布。コンボがあるみたいです。セットですね、セット。コンサラダイベリア、サラダイベリア、ドリンクサラダ、オープラコンサラダイスパラダイス、あ、スパラダイス、スパラダイス。はい、ということで注文し終えました。これ、まあ、チーズ牛丼ですね、ケージョってあったんで、今このチーズをバーンとこう乱雑に盛った感じ、これブラジルって感じですよね。この雑さ、まさに、はい、雑さ加減がやっぱいいですよね。握ってポンスも食べる。あと好きやってた定番のあのちょっと茶色いのコップにこうお茶飲めるのもあれ結構好きなんですけど、やっぱそこはいかんせんないですね、ブラジルなんで、はい、ないです。スプライトで、スキヤのブラジルノンテンシャーポリソエルコンプレエッジスプライト、ちょっと食べてみます。ゴーエスペリメンター、いい感じですね、チーズが絡み合って。取れてますか？3種のチーズ牛丼、これ。これでしちゃうんですか、これ。あ、ちょっと落ちる。あ、いただきます。あ、美味しそう。うまいですね、これ。遜色ないですよ。日本とないあ同じ感じですか？そうですね、これ。なんですかね、ちょっと違いあるかなと思ったんですけど、多分マニュアルとかが引き継がれてるんですよ、そのまま。で、多分肉自体はやっぱブラジル有名なんで、多分いい肉なんじゃないですかね。まあ、調理法とかは一緒だと思います、本当に。うん、もうスキヤの牛丼ですね、これは。はい。ネギ玉牛丼です。山本さん、撮影中です。あ、です。ネギ玉牛丼です、これ。ネギ玉牛丼です。これ、ネギ玉牛丼ということで、卵の黄身だけ落とす器具はついてますか？あ、ないですね。あ、ないですか？マジか。ちょっとそこは、クオリティ下がりますね、やっぱ。自分のやつやるのに。2本は確実についてますもんね、白身を切って黄身だけ残す。あ、でも、あ、いけますか？温泉卵です。ノッサー。温泉卵でした。そういう違いできましたか？うん。ネギ玉牛丼を食べてみたいと思います。お、うまそう。いや、これはうまそうです。マジでうまそう、これ。温泉卵がいい味出してますね、これ。いただきます。うまい。日本と同じです、本当。味変わらない。めっちゃうめえ。あ、これ麺と麺だったら最高っすね。伝わってきますね、うまさが。マジでうまいわ、これ。さっきの中華本部で6時くらいまでやってたんで、なおさらうまいっすね。いや、マジでうまい、これ。ありがとうございます。お好み牛丼を注文したタクさんです。はい、これがブラジルのお好み牛丼です。キャベツだけで。あ、卵あるんだ。でもお好み雰囲気ありますね。雰囲気ある。これ割ったら余計。はい、いけてください。これから作るってなんじゃないですか、お好み。あ、ずれずれた。さあ、実食です。これを押すまでよ。こう割って、いただきます。これ、この後、ちょっと飲み会があるところで、飲み会の前のスキッパレのスキヤ、ちょうどね。
いただきました。ということで、まあブラジルにもすき家があるということで、はい、牛丼とブラジルタンメンゴストーゾエフェコメンドすき家、はい、ブラジルのすき家もおすすめです。ぜひ皆さんブラジルに来た時はすき家食べてみてください。ウッドブリガート。